せーの、やっほー、あみです。みゆです。はい、いや最近ちょっと寒くなってきたと思わない？めっちゃもうなんかもう幸せで、ね、気候がめっちゃなんかもう涼しいって感じになってきた。涼しいって感じになってきた。うん、そうね、合ってるよね。違ってないよね。うん、風が冷たいよね。もうえね、冬大好きなの。え、冬が大好きっていうか夏が嫌いすぎる。冬めっちゃ嬉しいから、うん、そうちょっと涼しくなってきて、本当に最近めっちゃ良きって感じ。ハッピーと、それで、ね、最近そう買い物めっちゃ行って、その服めっちゃ買ったよね。買いすぎちゃった。秋服ってマジで可愛くない？可愛い、ね、なんかもう 冬もいいんだよ別に、うん、なんか秋冬って感じの服いっぱい買ったんだよね。そうということで、はい、今回は、はい、2人の秋服コーデを紹介したいと思います。なんかそんなに別にじゃあなんかおしゃれとかそういうわけじゃないけど、えでもなんか服とかおしゃれすることは好き。うんうんうん、そう、可愛い服着たいっていう願望はある、うん、そうで、たくさん買ったから、うん、で結構、まあ、インスタとかでもコーデ紹介してとか言ってくれる子結構いるから、コーデを紹介したいと思います。はい、せーの、それでは早速いくよ。ポイントを1個ずつこうやって説明したいと思います。はい、今回この服は柄ってとこかな、あんまりレトロな感じ、そうちょっとレトロな感じでベレー帽をかぶってみて、コーデの柄もあんまりないかなって思って、可愛いなって思って買った。うん、確かにめっちゃ可愛くない？可愛い、リュウも着たいと思う。めっちゃレトロな感じで、そういろんな、結構その服の系統が定まってないから、そういろんなの着たくて、これはちょっとレトロな感じと、みゆはちょっとシンプルだからこそ、ここのベルトのところにバンダナを通すっていう、なんか本当にただのバンダナなんだけど、なんかだからもうこんな湿気しか残んなくてちょっとしか出ないんだけど、もうちょっとね長いバンダナだったらね、うん、もうちょっと出ていい感じ、ね、そう、あと今年流行りのね
ワンショル？そう、ワンショル。そう、あとね、最近こういう色多いくない？そう、マジで茶色ばっか。今回も茶色ばっかかもしれない、ね、はい。そう、あとこの服はちょっと戻るんだけど、この服、袖がね、ふわってしてるの。ふわってしてて、ふわっとタイプ。そう、ふわっとタイプで、このなんていうの、ふわっとしてるんで、ふわっとしてここが袖がキュッてなってるのが好きなの。あ、大好きで、このタイプで、なんか、ね、こうなんか袖を下ろした時にボンみたいな。そうそう、わかる、この感じ。はい、そう、全体こんな感じです。で、これね、はい、ね、まあ、ポイントは、あ、また出ました、このゆるっとしたゆるっとした袖のこのドットのシャツに、あとこのベストを、なんかベスト着ることによって、なんだろう、ちょっと一工夫って感じがするんだよね、あの的には。で、なんかベスト最近いいよね。そう、ベストめっちゃハマってる。あとはこの髪留め、そう、ちょっと結ぶだけであれかなって思ったから、このなんかスカーフみたいなね、そうを髪に結んで、これもドットでちょっと合わせて、ベージュのドットで合わせちゃいました。はい、私はなんか、なんだろう、今年買ったワンピースでなんかちょっと大人っぽく、ね、なりたいなと思って買いました。めっちゃ清楚って感じ。そう、なんか清楚系だから、ちょっと髪もストレートにしてみたけど、ね、今黒いからね、髪ちょっと清楚に見えるかな、うん、これは。そう、清楚目指してますみたいな感じです。はい、じゃあ次、3号で目。はい、この服のポイントはこちらのみつみちゃんです。かわいいなと思って、なんか、あ、そう、このブーティーちゃん見て分かる通り、このヒョウ柄着てて、そうだから下に、おーおーおー、やばい、そうそう、ブーティーちゃんがヒョウ柄着てるから、この下にヒョウ柄を合わせてみた。結構カジュアルコーデかな。でもなんかこういうね、服結構好きなんだよね。髪型もゆるっとしてきた。はい、そんな感じ。ミユは、なんだろう、ミユいつもちょっとガーリー系の服ばっか着てるから、なんかたまにはいいなと思って、こういうの。でも結構定番コーデじゃない、ミユ。そう、なんかミユこの服結構好き。ちゃんとボイッシュつつ、なんかレースなんかに着て、可愛いレースもあるみたいな。そう、可愛いレース、このなんかレースめっちゃふわふわしてて可愛い。だからやっぱこういうの、これだけじゃ寒いかもしれないから、ちょっと上着的な、可愛いね、ちょっとかわいいね、上着的なのも買って、ちょっとなんかこれもね、もう本当に見てきて、なんかもうやばい、かわいいと思って買っちゃった。基本的に直感じゃない服って、かわいくない？だってなんかもう肩がここにある感じ。そう、肩が落ちてるのと、シルエットがかわいい、すごい。はい、では次、ヤンカーでね、今回の服は、はい、このめっちゃオーバーサイズの T シャツをこのベルトで留める一服風って感じ。いい、なんかやってるけどね。あとはこのコーディロイのやつが、そう、これ肩落として着るようでね、もっと肩抜けるように後ろにボタンがついてるんだけど、そう、あんまりなんていうの、やっぱ秋服ってベージュとか茶色とかそういう色ばっかになりがちだから、あえての紫にしてみたって感じ。焼き芋になりました。あとはこのメガネ、そう、なんか可愛いよね、メガネって。メガネ女子ちょっとなりたかった、こんな感じ。はい、ゆうはなんだろう、やっぱ首から出るレースとか、ちょっとまあレース出すことでガーリーに、そうやっぱちょっとガーリーに寄せたがり、カジュアルをガーリーにしたがり、ガーリーにしたがりで、なんかハーフアップとこにもなんかリボンして、やっぱちょっとガーリーに寄せたくなっちゃうかな、ミユは。カジュアルも好きだけど、なんかカジュアルの中のガーリーみたいなのが好き。そう、だから、はい、こうなりました。はい、はい、じゃあ次、ここでね、おそろです。さあ、おそろコーデです。めっちゃかわいいトレーナー、そう、赤、そう、これ色違いなんだけど、めっちゃ後ろもそう、後ろもかわいくて、英語が書いてあってね。で、この下がね、絞れるようになってて、ちょっと止めれる、なんか下にズンって全部ならないで、ちゃんと止まるから、止まるタイプ。そう、いい感じにここがゆるっとするの、うんうんうん、
ちょっとレベルにキュッと上げてさボテって、まあ、ボテシリーズ、こちらもボテシリーズ。そうそう、あんまねおそろとかしないから新鮮だよね。そうだね、たまにね、うん、今こうやっておそろするのもありかなと。ディズニー行けそうだね、行こうね。はい、はい、こんな感じで秋冬コーデ5個5個ずつ紹介しましたけど、どうでしたか？参考に。よかったと思う。見たな。可愛かった。お願いします。どうでよかった。って思ってると思いますが。別にそんなにめっちゃおしゃれとかそういうわけじゃないんだけど、ちょっとでも参考になったらいいなと思います。はい。後でまたコーデ紹介もね、なんか季節ごととかちょっと定期的にやっていけたらいいなって思うので、よかったら見てください。はい。はい、では今回の動画ちょっとでも参考になったなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、お願いします。お願いします。以上、アミとミユでした。バイバイ。